カラスキバサンキライ属ヘテロスマイラックスはサルトリーバラカノ属。シオデ属とは下皮が互いに融合してツボ状などになる点で区別される。ただし同属にまとめる説が提示されている。ツル状になる低木。葉は、上緑、卵形で、基部は、傭兵の部分がくぼみ、傭兵の基部から一体の巻きひげを出す。死有一種。花は、傭液から出る笠形荷除につき。 ここの花は小さい。花皮は互いに融合して、壺形から環状になり、先端は裂けて小さな葉となる。尾花では、お寿司部は3本で、その基部は互いにくっつき、あるいは融合して中状になり、耐火脂肪はない。雌花では耐火したお寿司べが糸状になって1から3本残る。脂肪は3出。果実は、液化で暗緑色に熟し、中に1から3個の種子を含む。 学名は、塩出族の学名、スマイラックスに対して、それとは異なるものを意味する。東アジアの熱帯から亜熱帯域に数種がある。日本には、カラスキバサンキライの一種のみが知られる。サルトリーバラカは、ツルセイになること、猛状の葉脈、葉兵から体を成して生じる巻き髭、炭性の花、脂肪上位といった、共通の特徴を有する、よくまとまった群である。 その多くは、塩出族のものである。本族はこれに似て、以下の点で区別される。ただし近年に、系統的な検討からこの族は、塩出族に含める説が提示されている。それによると、本族ともう一つの族、スーダースミラックス、は、塩出族の系統内に収まり、この二族を独立させた場合、それ以外のものからなる塩出族が、側系統になってしまうという。したがって、 この二族を、塩で族に含めた上でまとめてカラスキバサンキライブシ、ゼクテ、ヘテロスマイラックスとすると、異物である。以下、主として、初島、P779 サタケほか、P56 以下、チ位へ通るより、ハット、ハングヒューイへ通る、チへ通る。ありがとうございます。